こんにちは、アナちゃんです。本日は、なるほど音楽の時間です。なぜオープニングが結婚行進曲なのかというと、6月に入ったからですよ。ね、ジュンブライドですからね。はい。さあ、今日はですね、バイオリンの和音の世界ということで、お話を進めていきたいと思います。まあ、バイオリンは基本的には、メロディー楽器、旋律楽器。ですから、この、単旋律をね、弾くのに有利とされている楽器でございます。バイオリン弦が4本ありますけど、この微妙にね、このアーチがかかっているわけですね。ギターなんかだとこうビーッとまっすぐなんですけど、アーチがかかっている。これは、この弓、ね、弓の毛がこうまっすぐですよね、ピンとね。で、ギターのようにこっちが弦がまっすぐだと、4本全部いっぺんに、まあ、端っこの弦以外だとね、真ん中の、だけをこう弾くのが難しいですけど、このアーチがかかっていることによって、この真ん中の2本、一本一本こう弾くことができるわけです。まあですからこの構造からしてももう明らかに旋律楽器なんですけれども、和音も弾くことができます。まあこの2本の間をね、取ればまっすぐのね、面にこう対してまっすぐになるので、ね、2つの和音は、まあ普通にこの構造でもできるわけです。で、ただ、じゃあ2つ以上はできないのかというと、いや、そんなことはなくて、バイオリンの楽譜上にも、最高この4つまでの和音、4和音というのが出てきます。4本の弦全部使う。ね。例えば、とか。ね。あ、今の3つだった。ね。ね。4和音できるんです。まあ、でも、今お聞きになって、お気づきになったかもしれませんけれども、4つの音を全部鳴らす和音なんですけど、厳密に言うと、ちょっと大げさにやるでしょ。とかなんです。これを瞬間的に。やっぱり、こっちを弾いてるともうこっちは鳴らせないんですよね。だから、じゃんじゃーんとか、じゃんじゃーんとか、こういうのを早くやって、まあでも楽上は4つの和音になってるという感じなんです。で、3つの和音までなら、実は厳密にも同時に鳴らすことができます。これは真ん中の弦をこう圧力をかけてギュッと引っ込ませればまっすぐになるので、3つまでなら、物理的に、はい、できるんですが、この真ん中を引っ込める関係上、やっぱり大きな音じゃないと無理なんです。圧力をかけるので、ね、これ3つの和音までなら、その、ちょっと大きめの音量だったらできると。いうことですね。でもやっぱりなかなかちょっと音量面でも、限られてしまうんですけどもね、使えるところがね。まあそんなんで、バイオリンは和音を出すこともいろいろできますし、私はナザーはですね、和音奏法結構多用しております。ね、お客さんなんかはバイオリンが和音聞く楽器っていうイメージがないから、なんか今日はバイオリンからたくさんの音が同時に聞こえてるように、聞こえてくるような、そんな演奏でした、みたいな、おっしゃる方がいるんですけど、いやいやいや、実際弾いてますからっていう感じなんですけれども、はい。実際私はですね、アドリブでも、オリジナル曲の中でも、たくさん和音をですね、使っております。ね、ね、こういう、こうちょっと、ソリルみたいなのも入れることもありますしね、ね、こういう、ちょっとシャッフルみたいな感じのを入れることもありますし、で、なかなかこう、お気づきになりにくいかもしれませんけど、このオクターブ奏法、よくジャズギターの人がね、やるような。これもなかなかオクターブだと、ね、それこそ和音って気づく方少ないと思うんですけど、ね、これ下と上と、これを同時に。和音です。オクターブで、弾いてる。こういうオクターブ奏法なんていうのも使っていたりします。ということで、特に私、アナちゃんは和音奏法を多用しておりますので、ぜひそんなところもですね、ライブや、そしてこの YouTube の、PV なんかで、チェックしてみていただけるとすごく嬉しいかななんて思います。それでは、チャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。アナちゃんでした。